ミュージシャン矢口一郎矢口一郎は日本のプロレスラー、ミュージシャン、俳優。リングネームは雷神矢口。最終学歴はアメリカバークリー音楽大学ジャズ作曲家卒。株式会社アルファ、ジャパンプロモーション所属。株式会社グッドラックカンパニーと業務提携。子供の頃から音楽と格闘技にしか興味がなかった矢口は幼少期から 家の近所の対等体育館に通って、プロレスの醍醐味を味わう。プロレスラーの夢を叶えるため、学生時代は、柔道の選手として活躍。その後、三歩、合気道などの格闘技も修行。高校時代、腰痛により、プロレスへの夢を断念。残された音楽に夢を切り替え、それから格闘技は、趣味と自ら決断して、プロレスラーへの夢を一度断念する。 作曲法を学ぶため日本の大学を中退し、アメリカのボストンにある、バークリー音楽大学ジャズ作曲家に留学、同校を卒業後しばらく、アメリカに住む。ジャズ作曲とともに、音楽療法を研究する。また、アメリカ在住時、格闘技のコーチや、領事館での用心敬語などをしていた。格闘技の練習に励むと同時に、当時は、 WWF ルク方眼前世紀で毎月行われる WWF ボストン定期戦を見るためにボストンガーデンのすぐ近くにアパートを借りていたというほどの喫水のアメリカンプロレス好きでもある。当時、WWF の誘いを蹴り、マサチューセッツ州のインディペンデント団体に出ていたブルーザー・ブロディに影響を受け、インディーズのプロレスの面白さをアメリカで体感している。 矢口本人は、グリーンカードを取って、アメリカに永住するつもりだったが、ある夏の日の不思議な夢により、日本へ帰国する。帰国後、アニマル、浜口ジムで格闘技のための体力づくりとして、体を鍛える。この頃、新体堂の青木博之先生の講和を聞き感銘を受け、新体堂の門を叩く。その後、サンボワールドカップ出場第4位となり、 プロレス界からスカウトが来る。スカウトが来たのは、W.I.N.G. プロモーションであったが、道場で練習させてもらっていたギリから、オリエンタルプロレスでデビューすることに。デビュー前には、W.I.N.G. 群馬道場や、プロフェッショナルレスリング、藤原組道場へもで稽古に行っていた。その後、新格闘プロレスで、青柳館長らと共に三歩を生かした格闘プロレスで、活動。 シュートの佐山聡や,まさとしや総の木村光一郎らとも、稽古した。FMW、東京プロレス、WING、国際プロレスプロモーション、西日本プロレス、大日本プロレス、IWA ジャパン、た多数のインディー団体に参戦。新格闘プロレス所属時代には、天竜玄一郎の王に参戦。冬木行道、邪道、下道らと戦い。 仙台で行われた王認定世界6人、タッグ王座決定トーナメントにも参戦している。アシュラ、ハラインイ工業では、ウルティモドラゴンとも戦っている。また、横浜文化体育館で、シアニマル浜口とシングルマッチを行っている。ちなみに、浜口事務出身者で、浜口本人とシングルマッチを戦ったことがあるのは、矢口と、小原道夫の二人である。 デビュー時より、仲が良かったビクター・キニョネスから WWF への参戦を、ボストン出身のケビン・サリバンからは、WCW への参戦を勧められたが、やはり義理をもんじて、アマレスの大先輩である、タニツ・ヨシアキの SPWF、スーパープロフェッショナルレスリングフェデレーションへ参戦する、ことを決めた。この頃、グレッグ・バレンタイン、クリス・アダムスらとも対戦していた。 SPWF に参戦後から突如変身する。顔面にペイントをし、髪を金髪論毛、十字架に有刺鉄線を巻き、髪格闘十字軍の教祖様として大ヒール軍団を結成し、SPWF を暴れ回り、他のインディー団体へも布教活動をする。当時の矢口の下辺としてタッグを組んでいたのは、ザマーダラー、ワンマンギャング、支援流、 エキサイティング吉田、ミサオ田、運の聖人など。全く散歩技を使わず、巨体を生かした大技や、狂気攻撃や、反則攻撃ばかりのファイトスタイルに変わったのは、本人のアメリカンプロレス思考と、上田馬之助の影響があったという。また、SPWF 在籍時、タッグを結成し、行動を共にしていたパートナーのワンマンギャングから、 WWF 行きを誘われたが、その後ワンマンギャングの事情により話は流れている。この頃、グリズリー・スミスのテリトリーから多数の大型外人レスラーが SPWF に参戦、ジェイク・ザ・スネ・クロバーツのイボテー・カウ・ボーイ、サム・ヒューストン、チャーリー・ノーリス、アクション・ジャクソン、ロッド・プライス、ザ・セッド・マンラとも戦っている。他日を執拗に追いかける矢口は、その後、 タニツと再び戦いたくて、WJ プロレスへの参戦を決めた経緯がある。WJ プロレス時代は、長州力、天竜源一郎、腰中四郎、佐々木健介、鈴木健壮、大森高雄、安城陽二、橋本慎也、大谷慎二郎、ビッグバンベーダー、ロードオリアーズ、ザ・クラッシャーズらと戦っていた。 大似田敦紙とタッグを組み、リアルジャパンプロレスの後楽園、ホール大会で、初代タイガーマスク、ザグレート、サスケ組と戦った。初代タイガーマスクのタイガースープレックスで3カウントを取られたが、その恐れを知らぬ、ヒールファイトと壮絶な受けのプロレスで観客をヒートアップさせ、評価を得た。翌、大似た工業では、初代タイガーマスクを初めて、 デスマッチのリングにあげ、大似田敦との合体サンダーファイアーパワーボムで、きっちりと、初代タイガーマスクから3カウントを取り、リベンジを果たしている。また、小林国明の人よ限りの復帰戦で戦い、小林国明、初代タイガーマスクの合体フィッシャーマンスープレックスを、食らった。その後は、大似田敦とタッグを組むことが多く、 邪道軍として、大似たの名タッグパートナーとして、プロレスリングノアをはじめ、各団体と戦っている。横綱、アけぼの、またリアルジャパンプロレスでの高藤力デビュー戦などでの、迫力ある肉弾戦も、デスマッチとともに、矢口の真骨頂となっている。2015年8月、自身が、レザーフェイスの正体であることを公表し、邪道軍を脱退。 リングネームを、ライジンヤグチへ改名し、W、ING モンスター軍の野沢ロンガイラと結託し、打倒大仁田を目標に掲げた。2016年1月24日、大仁田厚志から3カウントを奪い、FMW 認定世界、ストリートファイト6人、タッグ選手権で、チャンピオンとなった。2016年12月には、リアルジャパンプロレスで1年8ヶ月ぶりに復帰した。 初代タイガーマスクの対戦相手に選ばれた。SPWF、スーパープロフェッショナルレスリングフェデレーションに入ると、回復面、ザマーダラーを引き連れ、神格闘十字軍を結成し、谷津義明に敵対する。十字架に、有志鉄線を巻きつけアクドックの、ヘルズベルズで入場。軍団はだんだんとその勢力を拡大していき、やがて、 他の主要なインディー団体へも次々に出場し、布教活動を広げていった。その布教活動のテーマは、プロレスは愛だ。と、インディー活性化。プロレスと音楽活動を通して、世の中に愛の重要性を説いていた矢口は、試合後に、いつも、1、2、3、愛、だ、あ、と叫び右手で、L の字を高々と掲げてんに祈りを捧げた。 1994年からサエムライプロレスに参戦していたマスクマンキガミが矢口ではないかと言われる。ゴ流リュバ、北尾康二、藤原義明、高野健二、タイガージェットシンラと戦う。出場した FMW 川崎球場大会ではイマジンコールが起こる。また、当時戦っていたタイガージェットシンから WWF アジアの構想に、 参加要望があったが、その後構想自体が飛んだターザン後藤とのタッグで、電流爆破デスマッチを、大似た以外で初めて行う。その時によった200針を超える全身の傷は、選手生命を縮めたが、矢口は、電流爆破デスマッチの年間出場数及び半年、出場数の世界最多出場記録保持者となり、これは未だに、誰にも、この記録は破られていない。 1998年に FMW を追放された大仁田から突如オファーがあり、それから大仁田工業に参戦。連日超満員の会場で大仁田の対戦相手としてファイト。電流爆破デスマッチや、ルーサー、ハニバルとの回帰派タッグや天竜とのデスマッチなど、破天荒な試合で会場を明かした。2001年には、 戦時中のアフガニスタンに救援物資を届け、以後3度アフガニスタンの地を訪問。翌年に、アフガニスタン首都カブールで、平和のためのプロレス大会を主催し、大仁田と2人だけで3試合シングルマッチで戦う。2005年には、高楽園ホールで行われた、大仁田厚プロレース卒業試合で、大仁田のパートナーとして選ばれ、天竜下日郎腰中史郎と、 ノーロープ有志鉄線、ストリートファイトトルネードバリケードマットダブルヘル、デスマッチで対戦した。その後、復帰した大仁田と2007年4月29日、夕張市で、チャリティー工業に参戦し、メインの有志鉄線デスマッチで別レフェリーに迎えた、衆議院議員の鈴木宗夫に、ファイヤー攻撃を仕掛けようとしたりと、破天荒な試合を繰り広げた。大仁田とは、 ライバルのような兄弟のような不思議な関係が今も成り立っている。これ以降は大仁田と組んで初代タイガーマスクのリアルジャパンプロレスやプロレスリングの和や他様々な団体に邪道軍として参戦。高藤力のデビュー戦の相手としても戦った。2014年には大仁田厚プロレスリング湘南。 茅ヶ崎大花火茅ヶ崎生活地方市場大会にて、大仁田厚と組んで、藤原組長、高山らと電流爆破マッチを行って、以降大仁田工業では、毎回壮絶な戦いを行っている。2015年8月には、大仁田とのタッグを解消し、リングネームを、雷神矢口と改名敵対している。2016年1月には、大仁田厚から、 ピンフォールを取り、FMW 認定ストリートファイトチャンピオンベルトを巻いた。1995年に旗上げした第日本プロレスに、SPWF 所属としてタニツと出場、以後参戦し続けていたが、1996年に行われた、プロレスオールスター戦での長州のインディー批判に対し、当時誰一人発言する者はいなかった時に、後楽園ホールのファンの前で、 矢口がただ一人聴衆に喧嘩を売った。ふざけん今、聴衆時から、プロレスには、インディーもメジャーもねえんだ。と、マイクで叫ぶや、後楽園ホールの観客が大歓声となりや投資した。何も決められてはいない。むしろ、フライングとして出た、矢口自身の心の叫びだったが、それが、 きっかけとなり新日本プロレスと大日本プロレスとの東京ドーム決戦へと進むきっかけとなったのだが、東京ドームへ出場するにあたり、大日本プロレス側から所属選手になるよう求められる。しかし、他日と SPWF 選手を裏切るわけにはいかず、矢口は様々な大人の事情により、大日本プロレスを去る。その後は SPWF で、より、 インディー色を極めるため、神格闘十字軍ムーブメントを起こすことになる。それからしばらく経って、大似た厚と戦っていた矢口は2003年に、旗揚げされた、WJ プロレスのマットに登場。初戦は、腰中四郎と、有志鉄線バリケードマットで対戦。WJ 参加第2戦目となった、群馬大田大会で因縁の長州と戦うことになる。 そして、この日系三度のリキラリアットに沈む。その後も、幾度となく対戦し、後楽園ホールでの試合では、矢口の椅子攻撃で、長州を本気で切れさせた。しかし、今まで、インディー批判をしていた長州にとって、初めてのインディー選手との対戦相手となった、矢口の戦いぶりに、 長州の心が動き、後に、もう、メジャーとかインディーとかは関係ない。プロレスラーとして良いか悪いかだけだ。と発言させた。結果、メジャーとインディーの壁を取り払い、矢口は7年越しのリベンジを、自身の体と、プロレスで果たした結果となる。やられてもやられても立ち上がって大きなものに、立ち向かっていく勇気。ネバーギブアップ。決して諦めない心。といった、 プロレスが本来持っている、素晴らしく誇れるものに着目した矢口は、プロレスで、町おこしができると確信。沼津プロレスを、高橋雄一郎代表と旗揚げし、他にも、藤宮プロレス、伊豆大島復興プロレス、長泉プロレス、伊勢原プロレス、を次々にプロデュース。神田プロレスは、アドバイザーとして旗揚げした。ご当地、町元気プロレス都市。 2016年には、三浦半島で、三浦プロレスを旗揚げし、その代表をも務める。2018年7月7日、横須賀勝負園で、横須賀プロレスを旗揚げし、代表を務め、観客2500人を超え、小泉慎二郎議員も来場し絶賛。大成功を収めている。矢口は町元気プロレスの鬼として活躍中。三世代が、 同時に楽しめる、わかりやすいプロレスをテーマとしている。矢口のプロデュースするご当地町おこしプロレスはどこもすべて大盛況で成功し、プロレスで町おこしができることを内外ともに証明している。そして子供のファンを増やすことにより、プロレス界全体の地位向上も目指している。2018年夏には町田で町田プロレスを、また、 ヤグチの生まれ故郷の浅草で、同年11月に、ヤグチの夢である、浅草プロレスを旗揚げしようと、ビッグな企画を進めている。ジョン・レノン、アレサ・フランクリン、カルロス・サンタナ、アンガス・ヤング、ジム・ホール、ジョン・アバー・クロンビ、ミック・グッドリック、BB キング、青木・ヒロユキ、タ・タスー、ありがとうございます。